はい、皆さんこんにちは、ジブリンオーディオです。僕のアルトワークス君を撮影していたら、なんと、白ワークスさん、おっちゃんワークスさん、はい、第3回、漁名企画、アルトワークス S660 合同壮行会であります。まあ、ちょっと、参加台数何台いるんですかね。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10、もうすごいことになってまいりました。これはソエさんの、S6 であります。で、これは、僕がよく学生さんって言ってる、S660 くんであります。このように、モデュール製の、穴あきローターっていうんでしょうか、ドリルドローター、はい、そういった感じで武装しております。で、これが一番今回の参加で一番遠いところから来ていただいた、キヨさんの S660 であります。中身は相当お金かかってますよ。はい、今回ですね、僕壮行会をやっておりまして、ちょっとした道の駅で、我々一旦休憩しているところに、この1台の、S660 くんが、やってまいりました。そしてですね、お声かけをいただきまして、なんと僕のチャンネルをなんか見ていただいているということで、それで急遽僕たちのこの壮行会に、このまま参加していただくというような形になって、今現在、もう一緒に走っております。ちょっとシフトレバーがこのようなものになっております。はい、ちょっとはい、お声をかけていただいた方であります。はい、次にまた黄色、カーニバルイエローというんでしょうか。はい、このような、サイドステップっていうんでしょうか、こんな感じで武装されて、ちょっとホイールのエンブレム、はい、こういった形で武装されて、なんとカーボン、これ光る、ドアミラーですかね。僕も元車検やってたんですが、大丈夫です。はい、こんな、エンブレムがついております。マフラーがこういう感じであります。おっと、かなり、S660 くんが、武装されていると。今回この方もですね、本、合同壮行会に初デビューされたという方であります。おっと、こんなところにアキラってあります。続きまして、こちらも黄色であります。カーニバルイエロー。はい、この方は毎回、僕たちの壮行会に、もう毎回、参加していただいている方であります。こんな感じで、このようにこれがトレードマークになっています。はい、ここでもまたカーニバルイエロー。ホイールがアドバンレーシング、すごい、これもドリルドローターになってます。これもモデューロになるんですかね。あとホイールナットなんかもこんなのが入ってます。おっと、はい、もうこのようにいろいろな、工夫をされてて、いや細かい。はい、僕アルトワークス乗りなんですけども、ここまでこのように、S660 チームの車を見せつけられるとですね、僕もアルトワークス乗りとしてちょっと黙ってられないなというところになります。これなんですかね、もうカーボンに、実はこれカーボンでここから塗装してるそうです。いやーすごいですね。あ、
これなんて言うんですかね皆さん、こういう感じでボンネットをロックしていると、これがそうです。これですね、これです。いやおっと、田辺さんの、これストラトタワーっていうんでしょうか。これ本物なんですかね。すごいですよ。これ粉になってます、はい、こんな感じになってます、はい、いやすごいです。こういうところも細かく、はい、でドアミラー、はい、あれこの部分って全国の S660 オーナーの方もう見ていただければ、これが何だかっていうのはもうすぐにお分かりでしょうが、実はちょっと僕あんまり S6 のこと詳しくありませんので、この動画をちょっと皆さんに見ていただいてですね、まあ、ちょっと楽しんでいただければ、僕これ見るだけでも楽しいです。これ、すごいなという感じであります。すごいです。これか、こんな感じになってるんですね、はい、で今回は黄色だけで4台、今回この方もですね、この壮行会に初参加していただいたというところで、あります、はい、次に、なんかこれすごい見慣れたこのマフラーの、これエッジケースのマフラー、こんなになっちゃってるんですけど、これ誰の、はい、僕の嫁さんの S660 です。はい、そういえば最近タッチアップの動画上げたよね、あれどうなってんだと、こういう風になってます。こんな感じです、はい、こんな感じです。まあ、嫁さんがやったんでですね、もう僕のせいではありません、はい、また嫁さんの S660、また嫁さんがですね、またいろんな S660 オーナーの方を、まあ、呼び込んでですね、もうすごい今パッと見もうこんな感じになってしまいました。一番奥にあるアルトワークス3台、はい、相変わらずアルトワークスチームは3台体制で行っております。実はですね、つい最近1台、僕と同じ色の、シルバーの、アルトワークス、まあ、ちょっと今回ちょっと事情で参加できなかったんですが、次、もしかしたら参加してくれるということになりますと、なんとワークスが4台になるという予定でありますと話しながらも、この方も2回目の参加の方です。ブリッツのサスペンションに武装し、ブリッツのストラットターバー、これ何ブルーって言ったんですかね。ブリリアントブルーでしたかね。ちょっと忘れましたが、このような唯一、まあ、ちょっとこのカラーリングがこうひときわ冴え渡る、あと、ワークスチームの方でもですね、おっちゃんワークスさんの、ブルー、今現在色はブルーが2大体制というところであります。このようなものが取り付けられて、このような感じになっていて、このような形になっております。お前ちゃんと説明しろよって。いやもういろんなものがつきすぎちゃって、もう僕わかんないです、ごめんなさい。はい、まあ、このホイールを見ていただくと、S660-2型というふうになります。で、このようなもう立体的な 3D のこのウィング、ちょっと取り付け状況ってどうなってるんですかね、ちょっと興味があります。どのようにつけてるんだろう。あは、こことこのネジと、あとなんかこうあるんでしょうかね。まあ、そういう形で、空力にもちょっと気合が入っているところであります。はい、まあ、このようなものがついております。で、まあ、ディフューザーっていうんですかね。で、このようなマフラーが綺麗に収まっております。おっと、ブラックメッキ。皆さんちょっと聞こえてるでしょうか。なんかこれで車検通るのかとかいうような話題に盛り上がってるんでありますが、僕何のことやらさっぱり分かりません、はい。これ僕の近所に、いらっしゃるジュンさんのアイルトンセナ命、S660 であります。釣りが趣味で、
この最近ちょっと僕ジュンさんに僕も釣りやめたのでということで、リールを差し上げたところであります。はい、今回、実はこのアクティブグリーンパールを乗ってる方、もう一方いらっしゃるんですが、本日はちょっと所要により参加できなかったということで、今回はですねまた新たな方が、この壮行会に、参加していただくことになりました。これも、アクティブグリーンパールですから、2型と呼ばれるもう S660 のマイナーチェンジ後のモデルであります。まだ納車したてなのか、もう全く汚れがついていない、もう本当新品のような状態であります。ちなみにこの方も女性なんですね。女性ドライバーです。この色はやはり女性に人気なんでしょうか。もう一方のこのアクティブグリーンパールの方が参加していただきますと、このカラーリングはなんと2台、しかも、ドライバーは女性ということになります。今ここまで来たんですが、もうこんな感じになっております。はい、はい、またこれも2回目登場になります。S660、このホイールのこの赤いポイントがね、ちょっとこうなんかいいなって僕思ってるんですけども、こういうメーカーですね。皆さん何か興味があるところがあるんですか？何か無限のダンパー、はい、あちょっとパフォーマンス、ちょっとこれ映ってるかな。パフォーマンスダンパー前後入ってます。前後入ってるんですか？うわー、すみません、これ映ってますかね。パフォーマンスダンパーが入ってます。ちょっといろんな角度からちょっと前に見えるちょっと見えてますかね。パフォーマンスダンパー、僕言われないとわからなかったです。やっぱりヤマハですか。ここに書いてある。文字入ってます。はい、もじゃもじゃくん、あ、無限ファンの皆様、大変長らくお待たせいたしました。パフォーマンスダンパー装着者の S660、 しかも今回初デビュー、嫁企画、合同壮行会2021年第3回、初デビューにしてこんなパフォーマンスダンパーを装着された S660、 あとこれ初めてですよね。はい、この仕様は初めてであります。今後何か予定があるんでしょうか。ということで、女性オーナーなんですが、どうですパフォーマンスダンパー。いいですよ。もういいですという言葉をいただきました。パフォーマンスダンパー、検討中の方はさらに検討されてはいかがでしょうか。はい、ということで、ここはですね、深川留萌自動車道、ここは降り口が、ひまわりインターチェンジというところで、降りたところでですね、ちょっとこのような広い、ちょっとこう駐車場のようなものがありますので、一度隊列を作るという意味合いと、最近ちょっと道の駅が結構混んでますので、ここで今ちょっと軽く雑談のような、そういったことをやっております。2021年第3回嫁企画、合同壮行会、ちょっとS660 の、台数にちょっと負けているアルトワークスチームでありますが、もう一部もうナンバーいいよ、もう映してとかいう方もいらっしゃるんですが、もう映ってます、すいません。はい、おっちゃんワークスさん、いつもご視聴いただきありがとうございます。そして、僕の動画によく登場していただいております。あと白ワークスさん、はい、
もう定番です、はい。そうだ、ワークスでも唯一マニュアルなんですね。なんでマニュアルなんだ。はい、おっちゃんワークスさんの僕と同じ豪華 GS です。そして、また次回おそらく参加してくれるであろうと思われるアルトワークスも豪華 GS です。もし4台揃った時にですね、マニュアル車は唯一この白ワークスさんだけというふうになってしまいます。あ、おっちゃんワークスさん、最近なんかこういったものに変えてしまったとか。やってしまいました。これホイールチタンですか。ホイールがチタンです。こんな、こんな感じです。担当方針Hケースで、そしてチューンドバイエッジケース。もう、まあ、鮮やかなブルーというところであります。はい、S6 オーナーの方がこのホイールに今、これ T3 なんですよねって、そうです。やっぱりこのホイールがいいホイールですか。いいホイールですね。S660 オーナーが認めるこのホイール。なんと。我々アルトワークスチームがちゃんとおっちゃんワークスの方に、おっちゃんワークスさんの方にはもうちゃんと装着されているということで、まあ白ワークスさんと、僕、まあ僕のはもう本当におとなしいっていう形で、ほとんどもう触っていないもうドノーマル状態でありますが、ちょっと。これはすごいなということで、まあこれもちょっとねあれなんですが、撮ってみました。もしかしてもう今日みんなここで泊まるんじゃないかな。なんかそんな感じがします。それではまた。